どぬるめんです4月1日の予想をやっていきたいと思いますまずは阪神の2レース本命がヘイチャンプです人気が結構なくて7番人気ぐらいですかねそんな人気ないんだって感じなんですけどこの推奨理由は新馬戦は、まあ、低レベルのレースで3着 その後の未勝利戦、1月の8日のレースですけど、ここが、えー、ハイレベルで9着でした。で、私ずっとこのハイレベルレースで、まあ、掲示板に乗れなかった今っていうのが、えー、注目して、ここ5年前ぐらいからですかね、やってきてて、あんまり、こう、最近、該当馬はいないんですけど、まあ、ようやく出てきたかなっていう感じで、それがこのヘイチャンプ。 まあこのハイレベルレースの内容ですけど、2着の馬はこの後連続2着、3着馬が勝ち上がり、4着馬も勝ち上がり、5着馬も勝ち上がりということで、掲示板に入った馬の3、4、5着は勝ち上がり、6着馬はその後4着、4着、7着馬はこの後馬券内1回、8着のナウザタイム、ナウズザタイムも勝ち上がりということで、 ヘイチャンプより上の着順の馬たちはほぼほぼ馬券に絡んでるというレベルのレースで,で12着13着の馬たちもなんとこれ馬券に絡んでると、まあ、13着は地方ですけどねということで、えー、かなりレベルが高い未勝利でした新馬戦はレベルこそ低かったもののレース内容はなかなか良かったです えー、6番の馬まずスタートから二の足も速くてですねでここで、まあ、番手で抑える選択をしてで外枠でもあったんでねうちの馬を行かせる形で、まあ、ペースめちゃくちゃ遅かったんですけど終始外外の3番手を回るような形になってですね まあ、ずっと外回ってきてで、ここで一旦先頭に立つかっていう場面も、この辺りですね、作ったんですけど、さすがに最後苦しくなって、で、一から抜けてきたペプチド・ソレイユに、まあ、敗れる形なんですけど、まあ、内容は、えー、悪くなかったし、4着以下は離してたので、 低レベルではありますけど、上位3頭に関しては、無勝利を勝ち上がる力はあるかなというふうに思います。まあ2着はもちょっと成績振る、振るわないですけどね。はい。まあとにかくね、前走のハイレベルレース、着外負けで人気を落としているのであれば、ここは期待値が高いと思いますので、 しかもそんなに相手もね大した馬、まあ、正直いないのででサメ島騎手ね継続騎乗で本当は内ち役引いて逃げるような競馬ができたら最高だったんですけどまあスタート決めて前目でつけることができれば馬圏内は十分あると思うので、えー、穴ですけどねヘイジャンプでいきたいと思います相手はまあボアン級ウミナこれは前走初ダウトでややハイレベルレースで えー、2着放送しました。ただ、バタイベリーは気になるので、これがバタイ減ってきたらね、ヘイチャンプの期待値は上がるので、できればね、えー、減らしてきて消したいですけどね、人気があるんであれば。まあ、普通にバタイ戻してくれば、このままが対抗かなっていう感じですかね。はい。ということで、まあ、ヘイチャンプの頭まではどうかなって感じなんで、副将とポアンキュルミナントの、えー、ワイドっていう感じですかね。はい。 続きまして、阪神7レース。本命がレッドデクスター。これは4番人気ぐらいですかね。えー、ここのレースなんですけど、結構逃げ馬が多くて、前走逃げた馬がなんと5頭いて、で、例えば、ベルマーレミドリなんかは1000メートルで逃げてきてますので、 まあ、それなりに流れそうかなという感じはしてます。古川奈穂さんとかもね、あの、結構逃げなきゃいけない時はもう強引にでも逃げるっていうかね、矢作先生に怒られちゃうんで、いう感じなんで、まあ、ハイペース想定です。で、このレッドデクスターですけど、初めての、えー、ダート1400、距離短縮で臨み出演なんですが、未勝利での勝ちっぷりが非常に良くて、一応ちょっとパッと見ますけど、 これ、なんか書き込むような姿勢の低い走法で、ですね追えば追うほど伸びる感じで、スパッと伸びるっていう感じではないんですけど、最後までしっかりと伸びてくるっていうようなえイメージの馬で,で、このあと、休んだんですけどね、半年、馬体減らしてきて、体調が伴わずに4着。 続くレースでもさらに馬体を減らして4 6 2キロで体調が伴わないでこれもまた4着で馬体回復に努めた2走前がやっと馬体が474まで戻ってまあ9着これは多分調整こう緩めたっていうかねいう感じがしますで、えー、前走なんですけれども、えー、さっき見てもらった通りでまたさらに馬体が 回復してきてデビュー以来最も重い4 8 0キロということでようやく体調も戻ってきたんじゃないかと思います。で今回ねさっきも言いましたけど初めての短縮でペースが上がって差しが決まるような展開になればねこのままのこう書き込むような奏法で最後まで力強く伸びるっていう長所が生きてくると思うので、まあ、前半、まあ、置かれることはないと思いますけど 前半あんまり置かれちゃうとちょっとアウトですけどね、えー、うまくついていくことができれば、まあ、鮫島騎手を一ちさばくのもうまいのでねペースが上がって短縮が決まる状況になれば、えー、このまま十分突っ込んでくるチャンスはあると思うんでここはね突き抜けまであると私は思ってますので単勝、まあ、も変えたいと思いますはい 続きまして、中山の10レース。本命がージオフロントです。ここは、酒井隆成くんですね。このレースは、中山の芝2500なんですけど、前走逃げた馬がウィンチレステのみ、2走前逃げた馬が1頭もいないということで、まあ,あ、張りがちなスロー濃厚なメンバー構成。で、このジオフロントですけど、 2走前3走前が同じ条件で8番人気3着5番人気3着と構想していましてまあ中山2500は相性がとても良いとしかも2走前っていうのはこれ2番手からの競馬だったんですけど、えー、10番の馬 C3 番9番コメトリードが一ン

まあ、終始こう折り合いに、えー、苦労するようなペースと展開の中で、えー、しっかり最後まで伸びきった内容は非常に評価できると思いますしかも同じ逃げスタ当選量はこれ前走ですねあの決して不良馬は合わなかったと思うんですけどこう力でねじ,伏せねじ伏せて勝ったのが、えー、印象的で強いなと思ったので そのまま相手の3着は価値があったと思います、まあ、前走に関しては合わない東京のレースで仕方なかったかなっていう度外視できると思うのでえ今回ね中山特有の中山2500に変わって内枠が引けて勝つ龍星君なんでね、まあ、思い切って逃げると思いますここは間違いなくえですから、まあ、このジオフロントえ自分のペースで折り合いを考えずに逃げることができれば、えー、十分突き抜ける 確率は、えー、それなりに高いと思いますので5倍つけばおいしいと思いますねここはまあ単幅でいきたいと思います、えー、最後今日ちょっと欲張って4レースいきますが上げたい馬がいるのでダービー鏡チャレンジトロフィー本命がミッキー・ブリランテ酒井隆く君 めちゃめちゃ人気なくて14番人気なんですけど、えー、この馬ですね中山マイル大得意で直近の中山マイルが12番人気2着その前の去年のこのレースが13番人気8着その前のレースが6番人気2着ということでこの条件に限れば3戦連続で構想してるとちなみに2年前ですねニューイヤーステークスこちらは14番人気1着で えー、もう明らかにこの条件への適性の高さっていうのがね、えー、まあ誰が見ても明らかなんですけど、えー、かつね前走ダートだったんですがダートは前走とその前と2回しか走ってなくて、えー、前,前走のダートから芝代わりの時に12番人気6着と、えー、かなりね、えー、人気に反発しての構想をしてるというところも相まってダートから芝代わりっていうのとこの条件っていうのはもう ベベスストト中のベストでおそらく前奏ダート使ったのはそんなにそのダートへの魅力を感じてっていうよりはここに向けての布石だったと私は思っていて矢橋さんよくそうにあるんでね、えーまあ、人気が落ちたここは絶好の狙い目かと思いますので,で勝竜星君で,で前に行く間もベレヌスは絶対逃げるらしいんですけどそんなにいないのでベレヌスが短期逃げで イングレースティストが追いかけてまあ、その34番手ぐらいは多分竜く君は取っていくと思うんで,でうまくね、えー、人気もないのでノーマークでこうスイスイと、えー、離れた34番手ぐらいを運んでいければ、まあ、十分馬券内はこのメンツであればね入れる可能性あると思うんでまあ、人気全くないですけどここはミッキーブリなんて。 さすがにね頭まではちょっと買いづらいですが、えー、副賞圏内なら間違いなくチャンスはあると思うんでね、えー、狙ってみたいと思いますはいということで4レース上げさせていただきました、えー、まずね4月1発目の土曜日頑張っていきましょう、えー、チャンネル登録高評価よろしくお願いします以上のろめんでした